で、今日そのリノベの指南書っていう形で、内容としましては、工具の使い方をお伝えしていこうと思います。皆さんもうすでに使ってたりもすると思うんですけれど、ちょっと、どういう使い方とか、危なっ、怪我しないような使い方をお伝えできればなと思ってます。で、まず見えますかね。お手元の資料にある1番のカッターなんですけれども、結構 DIY とか建材使うときはちっちゃいカッターよりこういう太めの、見たことあると思うんですけど、ホームセンターでこういう太めのカッターを使うと便利です。で、まあご存知だと思うんですけど、カッターの刃こうロックして出すものとそのまま出せるものとあるんですけど、結構力グーッと入れたりするんで、 DIY とかの時はこういうロックしできるものの方が便利かなっていうのと、こういっぱい出すと、まあ、刃が折れちゃうのと精度も出しづらいんで、ちゃんと長、まあ、短めに出して切れるものにしていただければなっていうのと、定規、まあ、前回やられたことあると思うんですけど、大きい定規とかもなるべく太い厚みのものを使えばあんまりグラグラせず便利っていうふうに思います。あと替え刃はいくらでもあるんで、替え刃もうどんどん、建築の模型作る時もそうなんですけど、どんどん切って新しいのでやった方が安全です。で、次が弦の金槌っていうことで、そのよく大工さんとかの時に弦のっていうのと金槌っていうのが少ないんですけど、それの違いって何っていうと、これは言うなら、これまあちょっと、まあ言うな金槌に近いかなっていうので、一粒が細いのを金槌って言って、両方ともこう平のものを弦のって言います。で、弦のの時は、なんて言うんですかね、膨らんでるものと、まあ、平らな部分があって、平らの方でノミとか使う時に打ったり、こう膨らんでる方は釘の最後の押し入れとかに使って、大工さんたちは、使い分けているというような形です。で、これが、すみません、スケールとかコンベックスとか、ごめんなさい、巻き尺とかいろいろ言うんですけど、基本的に長さを測る道具で、結構必須。大工さんたちもよくここに腰袋と一緒にかけて使ってるっていうような形で、で、よくメジャーとかで、ホームセンターですごい皆さんからすると高いなと思われるものあると思うんですけど、それの違いって何かっていうと、ここの太さが結構関係してて、っていうのはこういう建物とか高い、まあ広い場所で使うと伸ばして、細いのだとやっぱこう折れちゃうんですけど、太いのだと長くしっかり精度高く測れるので、割とそういうところで太め、まあ、しっかりこれからも使っていくって思うと太めのを使ってる方がいいですし、これもそうなんですけど、こう細いとこう曲がっちゃってるんですね。なんでこういうふうに当ててても、こう先端がグラグラして使いづらくなっちゃったりします。で、次がこれも差し金って、昔から大工さんが、すいません、使っている、じゃあ1本もので。これはどっちも、角目丸目ですね。まあ短手長手っていう形で、材料の直角を取るのにすごい便利、こういうふうに取ったりするんですけど、大工さんとかは、まあ、何対何とか1対1だと45度とかっていうふうに取れちゃう優れもので、で、さらにこの指南書には書いてないんですけど、丸目と角目っていうふうにあって、丸目だと3.14倍とかになってるんですよね。っていうのは、こう押さえて丸くすると、そのちょうど円周が取れたりって、まあでも DIY だとそこまで僕も分かんないんですけど、使わないんで、注意することとしては、こっちがセンチで、こっちは長さが変わってるので、こっちで例えば10センチだなと思っても10にならないんで、常にこっちとかを使うようにしてください。すみません。そっか、次が直角クランプって、すみません、高橋さん。以前イベントの時に、作ったんですけれど、
こういうちっちゃい家具とかで精度が求められる場所、下地とかはある程度曲がっててもいいんですけれど、こういうもので、これ動くんですけど、こことここに材を挟み込んで押さえるとちょうど直角にして押さえてられるんですね。で、インパクトとかドライバー使うときどうしてもずれちゃうんで、こういうチグ、まあ、固定したり補助するのをチグって言うんですけど、があるとすごい便利なので、これからまた仕上げの段階入ってくるとこういうのが役立ってくると思います。すみません。で、まあ、その次が水準器、このこれですね、すみません、水平器とも言ったりするんですけれど、これで水平垂直を見るんですけれど、例えば床、これ水平かな、まあ、例えばここを置いて水平かどうかをここの気泡で確かめます。で、同じようにまあ、間柱とか垂直に立ってるかっていう風になると、ここに当てちゃって真ん中だねっていう風に見ればできますし、この2つ線が入ってるんですけれど、2つの線でだいたい100分の1勾配のものとかがあるんで、なんていうんですかね、こう水の勾配取ったりするときに大工さんとか左官屋さんはこうそこであえてずらしてみる。これが45度ですね。ここで真ん中来たらこれが45度っていう風に使って水平垂直を取っていきます。で、次に、すいません、これがレーザーで、まあ、画像の方が分かりいいんですけど、こういう風にスイッチを入れると水平と垂直のラインが出てきます。そうした場合、例えば床のレベルをこの水平ラインをガイドに10センチ上がったところに作りたいとか、間柱、柱がちゃんと垂直になってるかっていうのを確かめたりできるっていう風なんで、墨出しするのにすごい便利になった道具の一つです。まあ、それまでは下げ振りって言って糸垂らしてやってたりしたのが、これでだいぶ素早く精度高く水平垂直を出せるようになったというような形です。で、今日も皆さんに使っていただくインパクトドライバー、ありがとうございます、なんですけれど、まずここの、まあ、レバーの部分が電源で、ここで回転の方向を決めます。なんでネジを締めたいのか抜きたいのかで変えれるっていうのと、ここに、打撃の強さとか、木材ボルトとかあった、ものを選べるんで、それを確認するといいと思います。で、この先をビットっていうんですけど、ビットはこのままやっても入らないんですね。こう一回引いて中入れると止まるっていう風な形です。で、こうインパクトのいいところって押してマックスじゃなくて徐々に力入れて回転のスピード変えれるんで、最初はゆっくり入れて徐々にグーッと締めるみたいな風が使いやすいと思います。すみません。で、これって何本 14.4 ですっけ。14.4 です。今のバッテリーが 14.4 ボルトで、18ボルトで、ボルト数が高ければ高いほど強くて、この方膜のちっちゃいのは 10.8 ボルトでちっちゃいんですけど、十分今使えてるんですよね。 DIY の中だったら最初は安い工具で試してみてもいいと思います。こっちは結構プロ用みたいないいインパクトです。マキタ、でも日立でもマキタでもいいですし、その辺は好みです。ネジ締め系はマックスだっていう大工さんもいますし、ただメーカーを揃えるとバッテリーが丸ノコでも全部一緒なんで、それは便利です。はい。で、まあ、さっき言ったビットなんですけど、ホームセンター行くといっぱいあると思うんですけど、一応役目があって、このプラスドライバーでいうとちっちゃいビスを打ちたいときは番号がちっちゃいのを選んでく
ください。1から4番ぐらいまであります。でマイナスもありますし、あと穴を開けるのだと木工用、鉄工用、プラスチック用、竹用っていう風にあるんで、これは結構違うと、鉄用を選ぶとちゃんと穴開くんですけど、木工用で鉄開けようとすると全然穴が開かなかったり、ビットが折れたりします。逆にこの下のは、研磨用にこうインパクトのここにつけて、例えば研磨する、回して研磨したりもできます。で、次切断系になるんですけれど、手の甲、これは皆さん見たことあると思うんですけど、両刃の場合は、この横目、目が細かい方は木面に対して直行方向、粗い方で木面に対して、平行方向に切るものですぐらいですかね。まあ、これも刃もいろいろあって、プラスチック用、木工用、ボード用とかいろいろありますけど、まあそれに適した方がいいですけど、ある程度手の甲でやる範囲であれば、まあ、そんなにこう使い方難しくないかなと思います。で次が電動丸ノコ。これやっぱりこの刃の電動系は使うときにすごい注意してほしいんですけれど、使い方としては、まあ物にもよるんですけど、ここでロックがかかってるんですね。押しただけでも入んないで、なんでここで見えますかね、こっちのこっちを押して回すと回転し始めるっていう形になってます。で、まあ簡単な使い方言うと、ここで、ここもネジタイプだったりも違うんですけど、厚みを変えられる。なのでこの太い45ミリぐらいを切りたいときは、ここにメモリがあるんで、何ミリか、45の場合は50ミリとか、逆に薄い材を切るときはもう15ミリとかっていうふうに、ここで厚みを変えます。その後、まあざっとした使い方はこれで、切るとき、ここの見てもらうと分かるんですけれども、これがガイドで、角度によってガイドが違うんですけど、ここの0っていうのと、こっちを残したい場合は刃のこのガイドの左方向に合わせて、このまま切っていくと刃の厚み分がちゃんと残るっていう。台の こっちの方ですかね、このこれの方。ああなるほど、こっちの方が安全で、なんていうんですかね、短いものだったら早く切れます。で丸ノコを使うときに結構一番怖いのが、こう引いてた時にバシッとこう戻ってくるのをキックバックって言うんですけれど、それなんで起こるのかっていうと、こう刃が傾いてたり、まっすぐ切ってるつもりが斜めに行ってたり、材料とその下台が浮いたりすると、それも斜めになってると丸ノコの勢いがを弾いてきちゃうんで、その時に手をこう怪我したり、当たって刃に巻き込まれたりしないように注意してください。なんでこの画像にあるように、左手、常に左手とか注意して絶対切らないように、で服とかも巻き込まれないように気をつけてください。でちょっとまあここまでやるかはあるんですけど、やっぱホコリとかが出るんで、それも気をつけて目とかも保護してあげるといいです。で丸ノコ置くとき、僕もついこういうふうに置いちゃうんですけれど、本来は刃痛めないようにこう裏側、ここが曲がらないように置いたり、こういう場所に置いたり、あとケースに置いたりっていう方がいいです。まあ基本的にあんまり丸ノコ下に置かないようにしてください。
このバッテリー式なんで、もし踏んで何かの弾みでってなると危険なので、で、さっき、使われたことあるって言ってたこのスライド丸の子っていうのは、台がセットになってるものなんで、なんて言えばいいんですかね、まあ、しっかり固定させやすいので、どんどんこう効率的に切れていきます。ちょっとこれ2階にあるんでまた使うときご説明しますけど、結構角度とかもつけて切りやすいんで便利です。あの前作ったこの枠家具とかはこの45度切るっていうときにそこの工具使うとピシッと隙間なく皆さん作れたっていうような感じです。で次がジグソーですね。ありがとうございます。まあ、なんか学校の糸の子とかの使う手動版なんですけど、丸の子とジグソーの使い分けっていうと、ジグソーは結構薄い材料とか、あと曲線もこう切れるんですね。丸の子だと切れないんで、そういう時にこの細い刃でこうやっていくと便利で、このタイプだとここでスピード変えれるんで、早く切りたいときは今の3みたいにしてると早いけど、ちょっと自信ないときとか様子見るときこの辺で調整してもらえるといいかと思います。あ、すみません、あ、すみません、これですね、ジグソーで、ジグソーの刃も一緒で、鉄鋼用や木工用、プラスチックもあるかなっていう風にあるんで、その辺合わせて切ると切断面も綺麗にこう適して、まあ、安全に切ることができます。で、これ多分皆さんあんまり見たことないと思うんですけど、ありがとうございます。グラインダーって研磨研削切断なんですけど、イメージとしては切断と研削、かなり削り取るイメージです。結構呼び方がいろいろで、サンダーの場合はもう少し研磨、ちょっと今日工具後で出てくるんですけど研磨メインのイメージです。グラインダーってなるとかなり回転数が高いこういうタイプのことを言って、まあ、ディスクグラインダーって言うんですけど丸いんで、なんですけど これで研磨もできますし、まあ、割となんていうんですかね、違いとしてはこう回転数とかこう物の強さみたいな形で言うとグラインダーはこういうイメージで持ってもらえるといいと思います。で、丸ノコとか以上に強いんで、これ今回使ったのはモルタルをカットしたり、ジンバの時は浴槽のプラスチックをこれでカットしたり、板金もカットしたりっていう形で、で同じようにここも、材料に適したものを使うっていうのがセオリーですね。でこんな形でここでオンにするんですけど、鉄とか切る時は、火花が散ったりするんで必ずゴーグルして使うといいと思います。あとここ自体で検索、するときはこういう、まあ、これを削ろうとしたときこう角度をつけて削ると、まあ、手前に引くんですけどすごい掘れちゃうんでなるべく平ら15度ぐらいに引くと綺麗にうまく使えると思います。はい、ありがとうございます。でさっきのおっしゃったサンダー、まあ、こういう形もありますしこういう丸いやつもありますし、これは割と表面とかをこうどれぐらいですかね、まあ、紙やすりとのセットなんで、より細かく仕上げるときに向いています。今回も多分塗装前に僕をさっとサンダーかけたりします。で、あとは板金とかでも一回サンダーかけるとすごい綺麗にツヤが出たりするので
その辺をこう判断していくんですけれど、このよくホームセンターで番号あると思うんですけど、ここ番号で言うと木工で使う、まあ、割と我々が使っちゃうのかな、この40から100番あたりが削りやすいので使っちゃいます。で、中目って言われるのは本当に家具とかの綺麗な仕上げる場合、さらに本当にこの極細目とかって塗装でかぶっちゃった部分を軽く削り取るとかっていう風な形ですね。なんでサンドペーパーもこの辺書いてる番号を参考にしてもらえればいいと思います。っていうところで、ざっと今日というかベースで使う工具の説明は以上になります。なんか結構説明するよりやっぱこの辺は実際使ってやった方が覚えれると思うんで、今日大工工事とかもあるんで、どんどんこう使っていただければなと思ってます。